ちょっといろいろ考えてしまったんですけど。考えるよね。すいません。僕このハンパレジオって始める時に、田中克樹さんの方にあのメールさせていただいて、それで癒やしくも、告知のような形になったんですよね。僕のメールを読み上げてくださって、それでハッパーデジオのアドレスも何度も言って、もらってですね、それでそれをきっかけに聞いてくださった方っていうのも結構多いと、思うんですけども、それの、なんか流進さんバージョンっていう、田中さんの真似っては全くないですね。軽くそういう告知行為に対するこの辛辣な批判みたいな、批判とかないんですって。入ってだから批判するときはすごい、ちゃんと言いますから。反省したいと。いや僕はねそんなね、そういうことなんですか、ね。そんな意地悪流進なことはしませんよ。ちょっと。わかんないですけど、そういう疑問があります。疑問だよね。あとですね、批判するときは直接言いますって、回りくどいことは言わないです。まだ僕は実は、流進さんには、言いたいことがありまして、はい、僕ミミミミ CD をアフズシコーポレーション経由で、購入したんですけども、はい、アホ寿司経由じゃなくて徳ちゃん経由だったんだよな、これが。それ僕が購入したのと大体同じ時期に、他の方もミンミン CD を購入されているっていうことを、FM 流進堂で聞いたんですけど、はい、その方には、バカ CD の、真実が、ね、おまけとしてついていたらしいんですけども、すいませんでした。僕の方には一切バカ、はい、CD の真実、封入されていなかったので、実は軽く、ショックでした。ショックでしたよね。おまけとかっていうのはすごいいいと、思うんですけども、はいはい、やっぱり内緒にしてほしい。内緒にね、そうだよね。何でもかんでもね、言い過ぎなんですよ、FM 流進堂は。知ってしまうと、そうですよね。不公平じゃんとか、不公平っていうか、思ったりも、しました。時間に、なってしまったので、今日はこんな感じの、ボイスメールになりました。はい、流進さん、これからも、放送楽しみに、しています。ありがとうございます。ありがとうございます。さよなら。はい。P.S. 本当は、怒ったり困ったりは、一切、しておりませんので、はい、心配なきを、はい、お願いします。ネタとして、楽しんでもらえれば、はい、楽しみました。嬉しい。笑わせてもらいました。大丈夫でしょうか。大丈夫です。流進堂、大好きです。ありがとう、これからも聞いてください。バイバイ。はい、ありがとう。ありがとう。ありがとう。はい、ということで、まあ実はですね、まあ、ハッパデジオさんにその後もうちゃんと謝罪メールしたんですね。それで、まあ、その辻さんがおそらく怒ってないだろうなっていうのは僕分かってたんですよ。ただですね、まあ、万が一2人の間にこうひびが入ってしまうとですね、今後困っちゃいますんで、まあ、今後ですね、辻さんには僕の映像の音楽をつけてもらうというね、ことを、まあ、たくさんお願いしたいなと思ってますんで、まあ、この付き合い始めですらない、まだ出会ってない2人の中ではあるんですけれども、そんな2人だからこそ、まあ、ひびが入っては困るとね、あれなんですよ、コンクリートでも、まあ、氷でもちょっとひびが入るとね、速攻壊れますからね、まあ、そこはね、気をつけたいなと思って丁寧に
謝罪の方させていただきましたけれども、まあですね、FM 流進堂の立場としては、やっぱりラジオで返答すべきだろうと、ラジオで返さなきゃダメだろうということで、今回、一本取らさせていただきました。まあ、本当にね、まあ、また再放送の方でアッパデジオさんの方もね、謝罪返しみたいな感じで、謝罪に対して謝罪で返してくれているんですけれどもね、僕の方も全く、怒ったりとかですね、気を悪くとか全くもってしてませんので、もうこれはね、もうお互いに悪い気してないんですから、お互いに、水に流し合ってですね、まあこれからも一緒にレジを続けようじゃないかと。東京と神戸、距離は離れているけれども、もうネットの上ではね、もう隣にいるのと一緒ですよ。もう同じレジオ銀河にいますからね、もう本当に隣にいるようなもんなんで、まあ一緒にですね、レジオライフっていうのをね、まあ一緒に楽しんでいきましょうよということで、まあこれからもですね、葉っぱデジオさんの方、まあ FM 流進堂の方でもね、たまにこう話題に出たりだとかね、まあゆくゆくはゲストに来ていただきたいなと思っていますので、よろしくお願いいたします。今晩はちょっと長くなってしまいましたけれども、ここら辺で、失礼いたします。ではおやすみなさい。まあ寒くなったのでね、まあ僕の友達とか友人とか、まあ、後輩なんかでも風邪ひいてる人も本当周り多くてですね、皆様もですね、風邪などには気をつけて、もう本当に、あったかい格好して、野菜を多く食べて、とって、睡眠もよくとって、体をご自愛してくださいね。では、皆様が、元気で、まあ、過ごせるように、まあ、残りね、あと1ヶ月ほどで、まあ、今年終わりですから、まあ、体調の方にはお気をつけてくださいということで、おやすみなさい。